どうも、ワニです。今回はですね、こちら我が家でね、世界最大のカエル、ゴライアスガエルを飼育しているケースになるんですけども、ゴライアスガエルを飼い始めてもう早4ヶ月ぐらい、今どうなってるのか皆さん気になってると思うんで、今ねどんな感じなのかっていうのをご紹介していこうと思います。ただね、ゴライアスガエルいつもメンテナンスするとき、あいつ跳躍力がすごくて、それであいつビビりなんで、ちょっとねメンテナンスのとき手を入れるともうすごい勢い飛び出してくるんですよね。そんでもう部屋中をもう飛び回っちゃってすごい大変なことになるんで、最近はもう扉開ける前にこうやってでかい袋をこう用意して、ここで構えてこの袋の中にね飛び込んでもらうって感じでゲットしてからメンテナンスをするようにして、今どこにいるかな、こんな感じ。こうやって袋に入れちゃえばね、袋だったらぶつかっても怪我しないんで、こんな感じで確保してからメンテナンスをしてます。ちょっと一旦こいつにはどいてもらって、で、ゴライアスガエルを飼育したこのケージなんですけども、このね、すべての面にこの緩衝材をくっつけて、ゴライアスガエルがジャンプしてぶつかっても怪我しないっていう風なケージで飼育してたんですけど、これ両面テープでつけちゃったがために、やっぱりね濡れると取れちゃいますね。上の方のあんまり濡れない部分は全然取れないでしっかりついてるんですけど、ゴライアスガエルがもう飛んで水をバシャバシャかけるようなところは全部剥がれちゃって、すごい見栄えが悪いことになっちゃってますね。しかも最悪なのが、ここにゴライアスガエルの餌用に入れてた虫がへばりついて、あのゴキブリホイホイみたいな感じでここで死んじゃうんですよ。だからやっぱね、両面テープじゃダメですわ。シリコンとかでつけなきゃダメだったねっていう反省点が分かりました。あと、まあどうしてもこのケージのサイズにぴったり合ったようなサイズの緩衝材がなかったんで、緩衝材をね切りつつ切り張りしてつけてたんですけど、そうするとこういう隙間とかにね虫が逃げ込んじゃって隠れちゃうんですよ。そうするとね、ゴライアスガエルが虫をね捕まえられないんで、ちょっとねそういう点も改善したいなと思いました。まあ、このケージね、横90センチの縦60センチで、今のゴライアスガエルの大きさだったら、まあ、ちょうどいいかなぐらいのサイズだとは思うんですけども、次ね、もっとゴライアスガエルが餌を捕まえやすくて、なおかつ、怪我しなくて広いみたいなケージをまた作りたいと思ってます。今ちょっとね、どういうケージにするか考え中なんですけども、またすぐにね、ケージを作って帰ると思いますんで、お楽しみにお待ちください。はい、じゃあね、4ヶ月飼育したゴライアスガエル、今、どんななってるのか見ていただきましょう。ほんとね、部屋に逃げられると捕まえるのめちゃめちゃ大変なんで、ビョンビョン逃げるから、こうやって袋の中に封印してから捕まえないと、捕まえるのほんとに至難の業です。おおお、現地の人とかよくこんなカエル捕まえられるようなんて思う。しかもなんかね、ゴライアスガエルってね、他の普通のカエルよりもすげえヌメヌメしてるんですよ。なんか粘液がね強いっていうか、すごいヌメヌメしてるから余計捕まえづらい。で、買ってきたばっかの時、やっぱりそのぶつかって鼻先とかね怪我しちゃってたんですけど、見てください、これ治ってます。完全に治ってます。綺麗になってます。鼻先全然赤くねすりむけて血とかも出てない。やっぱりね、あの見た目は悪いけど、緩衝材を全面に貼り付けたケージっていうのはね、ゴライアスガエルを綺麗に飼うっていう点においては正解なんだと思います。で、お尻の方もね前怪我してましたけども、まだちょっとなんか怪我の名残みたいなのはありますけど、でもすごい綺麗になってもう治ってきてますね、ほとんどね。で、大きさ自体は多分特に大きくはなってないですね。でも特に痩せてもないし、ご飯は普通に食べてます。まあ、食べてるっつっても、食べてるところを実際に見れてはいなくて、もう生きてる虫を大量にケージの中に投入して、あ、減ってんなみたいな感じで確認はしてます。でもね、もう減るスピードは結構意外と早いっていうか、そんなに小食じゃないですね。結構バクバク食べてるっぽいです。という感じで、現状維持というか、まあ大きくはなってないけど、傷はしっかりね回復しましたという感じです。この調子でね、怪我もさせずに、ちょっとできるだけ長生きさせたいなと思っております。で、このケージね、こっちから中が見えないっていうのが、まあデメリットでもあったんですけども、ちょっと前にほら、カエル専門の動物園の川ズーってところで、ゴライアスガエルの飼い方を聞いたときに、やっぱり閉館してお客さんがいなくなったら、川ズーの方ではもう、ケージに暗幕をかけて、中から外が見えないようにしてね、ゴライアスガエルが落ち着ける環境を作ってあげるっていうふうにお話ししたんですよね。で、この緩衝材がうちでは、その暗幕代わりというか、もう常に外から周りが見えないんで、他の生き物とかね、俺にビビったりせずに安心して暮らせる環境に逆になってるんだなっていうメリットもありましたね。で、日々のメンテナンスとしては、こうやってね、この水入れを
常にきれいな水に変えてあげてるっていうことですね。やっぱ川津の人もね、常にきれいな水を提供してあげるのが大事だっていうふうにおっしゃってましたんで、そのように実践してます。あと常にもう生きた虫がこの中入ってるように餌を入れてます。与えてる餌は基本的にまあデュビアとかの餌用ゴキブリと、でっかいね、黒コオロギっていう二星コオロギの改良品種のでっかいコオロギの、ほんとでっかいやつ。あんまりちっちゃいと多分ゴラヤスガエルも餌として認識しないんじゃないかなと思って、なるべくでっかいの用意してます。で、夏とかのあったかい時期はもうその辺にいるバッタとかキリギリスとかセミとかね、もうゴラヤスガエルが食いそうな生き物を適当に捕まえまくって放り込んでました。野外の虫とかってね、寄生虫とか菌とかいて怖くないですかみたいな言う人もいるんですけど、まあそもそも健康な個体だったら、ある程度菌とか寄生虫入っても、もともと体調が悪い子にそういうのが入っちゃうと、それで体調崩しちゃったりとかするんですけども、ある程度はね、野生下でも食ってるもんなんで、そんなに気にしなくて大丈夫だと思ってます。そういうのよりも、何も餌食べないでね、餓死しちゃう方が怖かったんで、とりあえず片っ端からいろんな虫を入れてました。という感じで、今回の動画はこちらの、ゴラヤスガエルの現状報告の動画でございました。また今後もね、この子の餌やり動画とかね、まあ、ケージの中暗くてなかなか見づらいんですけど、暗視機能付きの小型のカメラとか買ったんで、それを設置して餌を取ってるシーンとかもね、撮影したいなと思っておりますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。まあ、ゴラヤスガエル飼育してる人って日本でまず多分ほとんどいないと思うし、YouTube に上げてるのは多分俺だけだと思うんで、ぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあゴラヤスに戻ってもらいましょう。で、結構なんか水の中にいると結構おとなしくしてるんで、もう戻すときこうやって水の中に入れて、これで封印、これで OK です。